こういったメリットがあれば、まずメリットを伝えていくということですね。例えばこの商品を使われると、何々様がお悩みだった化粧のノリがですね、すごく良くなるんですみたいな話をすると、あ、そうなのって、で実は、はい、これにはポイントがあるんですねとかっていう風な話をすると、そのポイントをですね、聞きたくなるっていうことなんですよね。まずですね、みんなの前で伝えるポイントっていうのをね、少しね、せっかくなんで覚えていただきたいと思うんですけれども、お客様の場合は1対1なんですけれども、結構ですね、最近のエステティシャンの方って、セミナーとかね、講座をやる方多いんですよ。おそらくね、この動画を見られてる方も、セミナー、講座、こういったことをね、やる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、いわゆるたくさんの人の前で、お話しするためのポイントっていうことですね。はい、まずね、ワンセンテンス、ワンパーソンっていう、表現があるんですけど、はい、これはですね、一つの文章で一人の人を見るということですね。例えばですね、皆さんこんにちは、エステ王子です。本日はよろしくお願いします。みたいな感じで、今ので3人見てるっていうような話になるんですね。こんな感じでですね、ワンセンテンス、ワンパーソンということで、一人ずつこうやってね、見ていくっていうようなテクニックになるわけですね。はい。相手がですね、自分の話に反応していると思うまで視線を向けるということですよね。はい、皆さんこんにちは、今日もよろしくお願いしますって言って、こっちのね、人が見てなかったらもう一度戻ってみる、本日はどうですかみたいな感じで戻ってみるっていうようなテクニックになります。はい、こうやっていくとですね、ついついですね、こういう、セミナーとかね、講座とかやったことない方って同じところをずっと見て喋っちゃったりとかね、する人がいますので、それをね、意識して、はい、そうならないようにですね、いろんな方向をちゃんと見てるよっていうのをアピールするためのテクニックになりますので、ぜひね、セミナー講座やられてる方は参考にしてみてください。それからやっぱりね、声が大切です。声。ね、声。まず大きさ、それから抑揚なんですね。じゃあ大きさってどんなもんかっていうと、大きい声は自信を感じるってことですね。はい。それから伝わりやすい、ね、相手の話の内容に応じて変えていくっていうことも大事っていうことなんですけれども、まずですね、やっぱりね、大きい声、これね、本当にね、自信を感じるんです。例えば小さい声でずっと話をしてると、この人なんか自信なさげなんじゃないかなとか、本当にできるのかなみたいな疑いの目を持ったりだとか、不信感を抱くんですね。ではなくて、しっかりとした、本日はよろしくお願いいたしますみたいな感じで、しっかりとね、声をですね、大きくしていくということもすごく大事になります。それがね、お客様から見たら自信としてね、捉えてくれるっていうことがありますから、ぜひですね、声を大きく、基本的には大きい声がいいと思います。今までですね、いろんなカウンセラーさん見させていただきましたけれども、やはりですね、トップカウンセラーって言われている方はやはり声が大きいです。ハキハキしています。元気です。はい、ここはね、すごく重要なポイントになってくるんですね。あとはやはりですね、声が大きく伝わりやすいということです。伝わる。そしてですね、相手の話の内容に応じて変える。これはですね、例えば大事なところは特に大きく話をしたりだとか、ちょっと内緒の話をするような時っていうのは小声で話をしたりとかですね、ここだけの話ですよみたいな時は小声で言うと、ね。小声にすると、急にですね、大きい声から小声にしちゃうと、え、なんだろうっていう風にして、さらに、ね、耳をこう傾けるようなお客様も出てきます。ですね。それから抑揚ですね。はい、大切なところはとにかく強調していく。はい、できてますでしょうかね。常にこう一定だったりするとですね、どこが大切で何を伝えたいんだろうかっていうふうにやっぱ思うわけなんですよ。なのでですね、大切なところはですね、この声の大きさ、それからですね、抑揚なんですね。こんな感じで声の大きさを変えたりだとか、抑揚をね、つけていったりとかすると、はい、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。はい、それでは今度はね、相手にメリットを伝えることが重要っていうことなんですけれども、人の心を動かす一番の動機はですね、相手が得られる何かのメリットなんですよ。例えば面白い話でもない限りはですね、自分にとって得なのか損なのかでちゃんと聞こうと思うとか、これはいいかなっていうようなふうに思うわけなんですよね。なので、お客様も一緒です。この話は私にとっていい話なのか、得な話なのか、ここが分かると、お客様っていうのは、ちゃんと聞いてくれたりするわけですよね。はい。なので、まずね、相手のメリット。この話はあなたにとってメリットがあるんですよ。
っていうことですよね。まあ、そのためにはですね、どんな話し方をしていけばいいかっていうことなんですけれども、でですね、はい、相手がこれを使うとどうなれるのかとかですね、金銭的なメリットがあるのかどうか、そして使い方が簡単かどうかとか、それから化粧のノリが良くなるとか良くならないとか、まあいろいろあると思うんですけれども、こういったメリットがあればまずメリットを伝えていくっていうことですね。例えばこの商品を使われると、何々様がお悩みだった化粧のノリがですねすごく良くなるんですみたいな話をすると、あ、そうなのって、で実は、はい、これにはポイントがあるんですねとかっていうふうな話をすると、そのポイントをですね聞きたくなるっていうことなんですよね。はい、なのでまずね、メリットを伝えてみると、まあ、商品のご提案をするときとかっていうのは、この商品を使うとどうなれるのかとか、このエステをやるとどんな風になるのかっていう、ちょっとした、ね、こう結論、ね、こうなれるよっていうような結論を少し先に話をしてあげると、あ、そういうような感じになれるんだったらこの話聞いてみたい、その商品の説明を聞いてみたいっていう風な気持ちになるので、はい、相手が得られるメリットは何なのかをですねしっかりと伝えるっていうことですよね。それを伝えずに、この商品なんですけど、この商品はこれこれこれでこうこうこうでみたいな話をすると、何なのっていうふうになりますよね。私に合ってるのとか、どうなれるのっていうのが最初から気になっちゃうわけなんですよね。なので、その気になる部分は何なのか、お客様はですねサロンに何を求めに来てるかというと結果なんですよね。この商品に求めるものは何？結果ですよね。ってことは、その結果を先にまず言ってあげた方が話を聞いてくれやすいということになるわけですね。はい、まあ、人によってね、メリットを感じることが違うので、基本はヒアリングと、何に、興味があるのかっていうのは、やはりですねカウンセリングの中でのヒアリングが重要だっていうことなんですね。はい、でもですね、メリットだけではダメですよということなんですけれども、例えばね、 NG としてですね、このメニューをすると化粧のノリが良くなりますよと、化粧のノリが良くなりますよっていうだけではないってことなんですね。実はですね、エステ王子のですねオンラインで学べるカウンセリング完全マスター講座っていうのをやっております。でこれはですね、エステ王子から YouTube でやっている以上のよりよりより深い内容、こういった動画をですね毎週1本ずつね送られてきます。でそれをですね48本プラス1本のね動画、49本の動画をしっかりと見ていただいて、エステ王子がね20年以上かけて培ってきたカウンセリングのノウハウをねマスターしていただくというような講座です。内容的にはですね、コミュニケーションの取り方、それから信頼の獲得の仕方、自己紹介の仕方、プレゼンの仕方、カウンセリングの流れ、お茶の出し方、こういったことを全てやっていきます。それからですね、インカウンセリング体験中にはどんな会話をしたらいいのか、そしてクロージング、応酬話法ですね、契約していただきやすいような商品提案の金額の提示の仕方、こういったことまでね、ことを細かくねやっております。で動画だけではなくてですね、600枚のテキストを使っていただいて学んでいただきますので、すごくね勉強になると思います。カウンセリングを強化したい、お客様との信頼関係を深めていきたい、単価を上げたい、こういったふうにね思っている方はぜひねチャレンジしていただきたいなと思います。詳細はですね概要欄にリンクしておりますので、ぜひね見ていただきたいと思います。